どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思います。ということで、クラウド。今年は何気に黒沢清イヤーですよね。今年になってから蛇の道、チャイムに続いて、本作で3本目のデビューとなります。映画部門では、その前の仕事というと、2020年公開のスパイの妻、劇場版まで遡りますからね。あれから4年、ウィキペディアを見ても仕事らしい仕事をなさってないんですよね。どうした清と思っていたら、今年は3連発ですよ。それも蛇の道が6月公開、チャイムが8月公開、そして本作が9月公開と、空白の4年間の間にもちゃんと活動していたんですね。僕のチャンネルでは、地獄の警備員デジタルリマスターもレビューしていますので、皆さんぜひチェックしてやってください。ちなみにこのクラウドなんですけども、なんと第97回アカデミー国際長編映画賞の日本代表作品に選出されているんですよ。すごいね。黒沢清監督のホラーとかサスペンス映画って、個人的にはね、どちらかといえば、苦手かもしんない。90年代、そして2000年代は、キュア、カリスマ、カイロ、降霊、ドッペルゲンガー、ロフト、叫びあたりまで、ずっと監督作品僕ね、追ってたんですよ。劇場公開。いつもしてたんですね。見に行ってたんですね。毎回毎回、がっかりするのに、どういうわけか、劇場公開されると、映画館に足を運んでしまうんですよ。面白くはないんだけど、なんか癖になったんですかね。そういう意味では、ダリオ・アルジェント監督作品もそうだったんですよね。それからね、叫びあたりからもう無理と思って追いかけることはしなくなって、2013年公開、リアル、完全なる首長竜、そして2016年公開、クリーピー、偽りの隣人、2020年公開、スパイの妻、劇場版と、僕の中では鑑賞ペースが明らかに落ちていってしまいました。そうね、2010年代、2020年代になると、かつての黒沢清の作品って感じ、あんまり知らないですよね。なんかこう、巨匠感が出てるというか。でもどうしたんでしょうか。今年は明らかに初期の監督作品、つまり原点回帰しているように思います。監督もきっとそれを意識してるんでしょうかね。監督の熱心なファンって、初期の作品が好きだっていう人結構多いと思うんですよ。だからこそ今年は黒沢ファンにとって至福の年になっているんじゃないでしょうかね。ファンにとってはね。主人公は菅田将暉さん演じる吉井です。彼は工場で真面目に働きながら、副業として転売ヤーをやっています。高校時代の先輩からは儲け話を持ちかけられたり、あと工場の上司からは管理職への昇進の打診が持ち上がったりするんですけども、それらを全て断って、コツコツと転売ヤーの副業に励んでいるんですね。やがて彼は転売で独立しようと、上司の説得にも応じず、さっさと退社して、郊外の湖畔に倉庫を借りて、さらに地元の佐野という青年を雇って、転売業を本格的に開始します。吉井には秋子という恋人がいて、この方を、古川琴音さんが演じているんですけど、秋子という恋人がいて、彼女も一緒に連れてきました。商売がうまくいき始めたタイミングで、窓ガラスを割られたりなどの嫌がらせが始まるんですよ。そのうち商売もうまくいかなくなって、吉井は人気商品を買い占めて値段を吊り上げて売り抜こうとします。しかし彼の商売は見えない人たちの憎しみや悪意を増長させていました。やがて彼らは吉井の所在を突き止めて、狂気の集団として襲いかかってきますが、みたいな、そんな内容になっておりました。
それではこれから詳しくレビューしていきますけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限にして、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画クラウド、評価額はズバリ1000円凡作。この手の偶話的というか不条理系の作品は、自称映画リテラシーが高いぞ俺は的な意識高い人たちが絶賛して、僕みたいな無教養で無知で学のない頭の悪い人間が酷評するという図式が出来上がりますよね。まず驚くのが、これがアカデミー国際長編映画賞の日本代表作ということですよ。おいおいマジかよ、他にもあるだろう変な家とかよ。まあなんていうか、日本の映画ファンはちょっとね、清をもてはやしすぎだと思うんですよ。なんだかわけのわからんストーリーと演出に翻弄されて、そんな清に騙されていませんかって言いたいですよ。本作は明らかに偶話として描いているんですよね。だからわざと突っ込みどころが満載なわけです。そもそも吉井っていわゆる転売屋じゃないよね。売れない商品を安く買い叩いてネットに流す、こういうのってバッタ屋って言うんじゃないの。偽物のブランド品を売ってるから、いやもうバッタ屋というか、もはやこれただの詐欺師ですよね。少なくとも転売ヤーとは違う気がします。転売ヤーっていうのは人気商品を買い占めてその値段を釣り上げて売り抜く人たちのことですよね。そもそも吉井の商売がうまくいくわけないんですよ、いくはずがないんですよ。売れなくて倒産寸前だった会社の商品が売れるわけないよね。なのに半額の値段をつけて全部飛ぶように売れていくんですよ。すぐに完売ですね。いやそんな売れるんだったら、そもそもその会社潰れてないんじゃないの？ねえ、その会社が半額で売ればいいんじゃないのって話ですよね。途中から、人気商品を買い占めるんだけど、そもそもなんで人気商品がそんな簡単に買い占めができるんだって話ですよ。最近も Apple 16とか、PlayStation 5 Pro、あれだってもう争奪戦になってたわけでしょう。ねえ、どうやってあの人気商品を買い占めができるんだってね、簡単に買い占めていましたよね。で、転売商品をつかまされて吉井を恨む若者が登場するんだけど、なんか彼が言うには、親には感動されて、家族がバラバラになってっていうのはまあわかる。まあ転売商品つかまされてね、両親に愛想つかされて家族がバラバラになってみたいなのはまだわかるんだけど、彼女が自殺をしたって言うんですよ。なんでさ、転売屋から転売品をつかまされただけで彼女が自殺すんの？意味がわからん。一体全体何をどうしたら転売屋から物品を購入しただけで彼女が自殺するんだって話ですよ。いや思わず笑ってしまいました。あとですね、吉井がこんな危険な商売をするにあたってラーテルとかいうハンドルネームを律儀に使い続けているんですよね。いやそりゃね、ずっとそのハンドルネーム使っていれば詐欺やってんだから被害者たちからマークされますよと。まあね、明らかにおかしいんですよ。なんていうか、頭のおかしい人の脳みその中で起きている出来事みたいな、そんな世界観なんですよね。まあ初期の黒沢清ホラーにありがちな不条理世界ですね。しかし僕は初期の不条理作品群が本当に苦手で、黒沢清作品を鑑賞するたびに、なんでこの監督はいつも巨匠扱いされているんだろうと、いつも彼の映画を見るたんびに不思議に思っていたんですよ。むしろこの人ってせっかく盛り上がってきたジャパニーズホラーを衰退させた戦犯の一人ではないかとまで僕はね思っていたんですよね。今でも実は思ってるんですけど。とはいえ
忘れた頃に素晴らしい作品を繰り出してくることもあるので、まあ、やっぱりね、巨匠は巨匠なんでしょうね。まあ、僕の読解力が追いついていかないだけなんでしょう、きっとこれはね。もちろんこの手の偶話的不条理系ホラーにも傑作はね、たくさんありますよ。同じ黒沢清監督のキュア、あれなんてわけがわかんないですけど、あれは僕はね、面白かったですね。この手の作品って、まあ2つに分かれると思うんですよ。偶話とか不条理である必然性のある作品と、それがない作品。この2つに分かれると思うんですね。前者は不条理であるがゆえに生み出される世界。後者は面白い展開が思いつかなかったから、とりあえず不条理にしてみました的な展開。先日レビューした蛇の道は前者だと思うし、個人的にはね、この蛇の道も評価が高かったんですね。チャイムもそうですね。あれも意味はわかんないけど、恐怖とそれに相反する笑いが込められていましたからね、素晴らしい作品だったと思います。でも本作を鑑賞して思ったことは、不条理だとか偶話だとかにしておけば何でも許されると思うなよってことなんですよ。今回は佐野という謎の人物が登場してきて、吉井にとってちょっとしたガーディアン的な役割を果たすんですけど、そもそも彼の存在自体がもう意味不明なんですね。彼らとのやりとりはまさに禅問答なんですよ。そう、禅問答なんですよ。禅問答。もう黒沢清作品といえば禅問答ですよね。頭のおかしい会話劇が延々と繰り返されて、何ら決着つきませんよね。なんか聞いてる方も平衡感覚が狂ってくるというか、なんかもうこちらも知能指数が半減しそう。読んだら寿命が半減する恐怖新聞みたいですよ。クラウドを、そうね、一言で言うと、まあ言い方悪いんですけどね、雰囲気ホラーって感じかな。何かしらただならぬ気配が常につきまとっているような、異様な映像は確かに素晴らしいんですね。まずはね、ロケ地がいいんですよ。廃屋みたいな住居とか倒産した工場とか、もう本当に面白みのないオフィスとか、とにかくどの背景も妙に居心地が悪いんですよね。例えば屋内だと、だいたい住人の精神の錯乱状態を暗示するようにやたらと散らかっているとか、あと潔癖なこだわりと執着性を感じさせる妙に整然としたインテリアとかね、まあ、そんな感じなんですよ。あと何のために使うのかよくわからない機械が置いてあったりするのもちょっと不気味で面白いですよね。とにかく観客を不安にさせるための演出がまあ細部にね、行き渡ってるんですよ。例えばね、他に何があるかっていうと、セリフですね。セリフの数々。なんて言うんだろう。体温を感じさせないセリフ。まるで AI が書き出したような中身がスッカスカなセリフを、なんかわざと役者に半分棒読みさせる演出。あれもなんか人間性が欠落しているようで、聞いていて実に不気味なんですよね。で、内容も堂々巡りで同じことを繰り返したりとか、あれはあれでなんか聞いていてね、とても不愉快だし不快だし気持ちが悪いんですよ。そんな演出の数々によって、まあとにかく僕たちは見ている間ずっと常に不安を抱えた状態でいるわけですよ。不安を覚えてしまうのね。そういう観客の深層心理をかき乱してくるようなレイアウトを伴った映像なんですね。こういうところもどことなく、なんだ、ダリオ・アルジェント監督みたいなんですよね。いや本当にね、そういった演出をさせたら、黒沢清、お前本当神だよ、神。この技術とアイディアにはいつも脱帽させられます。ダリオ・アルジェントと言いましたけど、もう完全に手法が違いますからね。ダリオにはダリオの、またこの独特の映像手法が、美学がありますけど、清にもね、ダリオとはまた全然違った映像美学があるわけですね。本作はそんな清にとって
確かに原点回帰なんだけど、でもね、申し訳ないけど監督の衰えも感じてしまうんですよ。だって今作クラウドは明らかに狙ってる演出ばかりですからね。ほらお前らこういうのが好きなんだろうってシーンを見せられているような気分でした。初期のようなあのわけわかんないんだけどエネルギーがもう、ほとばしっていた、まあ、とにかくとんでもないものを見せられているといった衝撃が本作ではね、まあ、あくまでも個人的にはですよ、このクラウドにはそういったあの過去の一連のねドッペルゲンガーとかロフトとか叫びとかカイロで覚えた衝撃、あれがねこのクラウドにはどういうわけか感じられなかったんですよ。なんていうのかな、まあ結局蛇の道もセリフリメイクだったように、このクラウドも、まあ、一応ね全くのオリジナル脚本で新作ではあるんですけども、過去の作品、その初期の頃の過去の作品の何て言うんだろう、焼き直し、なんか原点回帰というよりは焼き直しをしているような感じ、ある意味これも蛇の道のようなセルフリメイクになり下がってるような気がするんですよね。まだね蛇の道はセルフリメイクでもちょっとこう技術的に更新されてるものがありましたけども、クラウドはねそれが感じられなかったんですよね。悪い意味でベテランが手掛けたセルフリメイクといった感じですか。でもなぁ、蛇の道のリメイクやチャイム、あれはベテランの妙技を僕は覚えましたけどね。いや、さすが黒沢清だわーって思いましたけど、クラウドにはそのベテランの妙技はなかったですよね。ベテランは感じたよ。ベテランだな、ベテランが手掛けているなーっていうのは感じたけど、妙技、ベテランならではの妙技というのが、このクラウドではちょっとね、僕は感じることができませんでした。そもそもこの内容で上映時間123分はさすがに長すぎなんじゃないかと思いましたね。あとね、これは個人的、これも個人的なんですけど、古川琴音さんが最近あまりにもいろんな映画やドラマに出すぎていて、逆に今回この彼女の存在がノイズになってしまいましたね。まあ、特に最近はほら、海の始まりで、あの水木の役、あの見てない人は分かんないと思うけど、あれで結構インパクト残していて、まあ、自分の中でちょっと古川ことねに対するヘイトが少し上がってしまったとこで今回の作品で、なんかねちょっとね古川ことね最近いくらなんでもねいろんな映画、まあ、とにかく作品選んでないというか、まあ、上手いですよ、すごく演技は上手いんだけども、ちょっとねいくらなんでも顔出しすぎなんですよね。だからこうやって頻繁にこう映画に登場してると、こうなんて言うんだろう、時としてその彼女がノイズになってしまう、この古川琴音という女優がノイズとなってしまうことがあるんですね。それがちょっとね気になった。もうなんなら別にこの古川琴音の役、今回別にいらない役っていうか、特別こう存在意義がないというか、なんか取ってつけたような役回りをしていた、まあ結局これも偶話的不条理的な立ち回りではあるんだけども、まあなんかいらないっちゃいらないっていうかね、まあ古川琴音だったらいらないみたいな、まああくまでも個人的な意見だよね。まあ別に皆さんがね、みんながみんな古川琴音の作品を見ているわけじゃないから、まあそういう人にとっては古川琴音さんの、存在っていうのは悪くなかったと思うんですけど、まあ個人的にはちょっとね、また古川琴音かよみたいな、ありました。そしてね、あとね、あと荒川義義さんですけど、なんか今回の荒川義義さんの役どころってなんかいかにもすぎてって感じしませんでした？僕はちょっとね面白みに欠けたかな。荒川義義さんって案外こういった不気味系の役多いんですよね。まあちょっとネタバレになるんでタイトルは伏せますけど、今年デビューしたミステリー、民放ミステリーのドラマでも不気味な犯人役でしたからね。なんかいかにも荒川よしよしさんだなみたいな、役どころでちょっと面白みに欠けた感じはしますね。とはいえ、まあ、役者陣は相変わらず素晴らしい演技見せてくれますよ。 主演の菅田将暉さんもまあね、まあこれが彼にとってなんだろう、爪痕を残すようなものではなかったにしろ、でもやっぱりうまいなと思いましたね。やっぱり若手ナンバーワンだと言われるゆえんを感じる、まあ、いかにも菅田将暉だなっていうね。
ただちょっと菅田将暉にとってはルーティンワークの一つにかもしれませんけどね。まあ突き抜けたとまではいかないけども、そう、突き抜けるまではいかないんですけどね。まあルーティンワークとしては悪くない演技だなと思いました。というわけで全体的な感想としては、つまらないということはもちろんないんですけども、そこまで面白さ怖さが跳ねなかったかなといったところです。でも生粋の黒沢清ファンだったらきっと満足するんじゃないかな。もしかしたら本作は黒沢清愛を試される映画なのかもしれません。まあ、僕はね、愛が足りてなかったみたいですけどね。ただね、ぶっちゃけますと、まあ、あくまでも個人的な意見ですよ、これが日本代表作品、それはいくらなんでもちょっとありえないかな。いや、他にいくらでもあるでしょ、変な家とか。確かに彼はね、黒沢清は巨匠なのかもしれないけども、でもちょっとね、必要以上に崇拝されているような気がしますよ。黒沢清さんって映画界ではちょっとした宗教か何かなんですかね。なんか結構崇拝されてる感じしますね。熱狂的なファンに崇拝されているというかね。一回大昔、ちょっとかなりね昔の話なんですけど、浜松の映画館ミニシアターで黒沢清監督の映画を見ていたら、なんか映画始まる前になんか黒沢清さんのトークショーがあるって全然知らなくて、いやー来るんだと思ってね。なんか黒沢清さんが入ってきたら、なんかお月みたいな、ファンなのよくわかんないけど、お月みたいな人たちがね、ドヤドヤドヤーって入ってきて、でトークショーが終わると、その人たちみんなドヤドヤドヤーってゾロゾロ外に出ていきましたからね。なんかあれ見てなんか気持ち悪いなと思いましたね。なんでそんな、こんなにたくさん人が来るんだみたいなね。で映画も見ずにそのまま出ていく、その監督を追っかけるようにして出ていく姿を見て、なんかちょっと気持ち悪いなと思ったんですが、あれ結局何だったんですかね。はい、まあ黒沢清監督作品っていうのは、まあきっと、無知で無教養で学がない僕みたいな人間には計り知れないアート芸術なんでしょうね。まあ、そんなわけで、今一つ僕には理解の及ばない作品でした。